確かにソニーの業績は大きく改善しましまた。連結営業損益を見ると2012年3月期は670億円の赤字でしたが18年3月期は7300円余りりの黒字となりました。赤字が続いていたテレビ事業で固定費を削減して収益源としたほか世界的なスマートフォンの需要拡大の波に乗り画像センサーの供給を増やしししたた。ことが貢献しました家庭用ゲーム機向けの有料サービスなど継続的に収益を上げられるビジネスも伸ばしています。 ただ、世界の競合との差はまだまだ大きいのが現実です。この春、昇格したばかりの吉田健一郎社長はこう言います。自分の在任期間で成果が出ないことをやるのは経営の重要な規範。長期的な視点に立ってどんな種をまくのでしょうか。人工知能、AI やロボット、医療といった注力分野で独自性が高いビジネスを作れるかが鍵です。